久保さん、ビジネスやってますねやってますね <laughs> 今日の久保さんあの BM に電話したんですよですいませんあの買いたいんですけどみたいなあのあ,じゃあ,あ,のあじゃあ最初このすいませんこれまだ残ってますかみたいなカーセンサー見たんですけどこれまだ残ってますかみたいな売れてないですかみたいなあまだ在庫としてありますみたいなあじゃあすいません買いたいんですけどどうしたらいいですかみたいなああ、あああ,あ はい、みたいな。え、もう買われるんですかみたいな。もう、営業マンに営業させないみたいな。で、面白かったのが、あの、すいません、一応、あの、こう、ホイール4本、ガリ傷あるんですけど、だ、だ大丈夫ですかねあ、大丈夫です、ホイール変えるんだよ、みたいな。あ、あ、わかりました。書類送ります、みたいな。営業マンに1秒も営業させないっていうね。しかも僕、現車見てないですからね。 電車みたいな多分ね多分あのまあこの動画で何が伝えたいのかっていうとやっぱ決断なんですよね決めたらもう早くもうとにかく早くっていううん動くっていうのが非常に大事かなと思いますだから多分あの買われる方はじゃあ一度車あの見に行っていいですかとか これどうなんですかとか安くならないですかとか、うん、オプションどうなんですかとかどうなんかいろいろ聞くと思うんですよで営業マンがねいやそれこうでこうでみたいななんかそのやりとりがあると思うんですけどま全く僕ないんですね <laughs> もう病ですねそう,そう面白かったですねたじろいでました営業マンが <laughs> でなんかその書類の送るので なんか電話してたんですけどあの、すいません、何かやられてる人なんですかみたいな。ああい一応、社長やってます。ああ、そうですかみたいなね。<laughs> 一応、社長ですからね、久保さんもね。僕も一人会社の社長ですから。なんで、まあ、あのまあ、これローン通してるんで、今、ローンの審査受かったら久保さん、納車です。<laughs> もう買っちゃいますね。 まあ、ローン通るかどうか分かんないですけど、まあ、通ればもう買うっていう。でも、多分ね、営業マンの人も、あの、通らせますみたいに言ってたんで。<laughs> で、それはそうですよね。今日から営業開始だったんですよ。で、まあ、多分、まあ、その、インセンティブの部分どうか分かんないですけど、その営業マンもね、今日出社してね、初出社ですよ。で、初出社して電話を受けたら、買いますって。マジでみたいな。え、なんの苦労もないじゃないですか。こんな、買いますみたいな。 ラッキーっすよね。ラッキーボーイっすよね。<laughs> 僕の電話を受けた人。<laughs> まあ分かんないっすよその営業のインセンティブつくのかどうか分かんないっすけど。でも多分、つくんじゃないですか。営業マンであるならば。一応担当がその人になるんで。僕の担当はその人になるから。うん。いやー、だからまあ、即断即決ってなかなか難しいとは思うんですけど、まあ、決断したら早くっすね。早く動くっていう、これがもう、 そ,すね、そう。で、僕がこの決断を早める方法とかにしておきましょうか。決断を早める方法って、まあ、久保さんのね、この新しいサービスも、まあ、迷ってる方いるかもわかんないですけど、あの、結局ね、時間なんですよ。いや、本当に。時間戻ってこないんで。だから僕も、あの、車が売れてからね、 まあ今、度その今そのの今業者さんとやり取りしてるんで、そのスケジュール調整しますみたいな、買い取業者さんね。で、あのまだスケジュール決まってないですよ、調整中で。で、僕は売れたら買おうと思ってたんですよ。<laughs> ね、もう売れる前に買っちゃうみたいなね。<laughs> そう。うーん、だからまあ、時間の話に戻すと、要は、うーん、 乗れる時間ってあとどれぐらいあるのって話なんですね。うん僕もあのもう年取ってねそれは非常にすごく感じてるんですけど車乗っても車買ってもねその乗れる時間がねじゃあこれ1年後2年後3年後に決断してたら3年間乗れないわけですよつまり3年間の思い出を作れないわけですよね3年間の価値を体験できないわけですよじゃあ価値を体験できない思い出じゃあ思い出の価値だったりとか価値の価値って お金に、お金じゃないですよ、もうここは。うん、だからび、できるだけ早く決断して、できるだけ早くやって、やった方がいいですよね。だから、久保さんも3年で1億3000万稼いだっていうね、振り込み見ても、今はもう何億円になったと思うんですけど、ネットビジネス始めて3年で1億ですよ。で、多くの人って、まあ、40年かけて1億、2億、3億稼いでいくわけですよね。まあ、障害賃金3億みたいなね、2億とか。だけど、3年でいくんだったら、 もう決断したらブワッて動くだから3年だったんですよ。久保さんが決断してね、あの塾に入って決断してね、秒で動いてなかったら3年で1億にはいってないですよ。だから決断も早いし、決断した後も早いっていうか、まあ、全部早いんですよ。てか、あの稼ぎえる人、稼げる人の中で遅い人は多分少ないですね。多分いないんじゃないかな。 うん、なんか稼げるのに行動めちゃ遅いっていう人、僕あんま知らないですね。稼いでるけど行動めちゃ遅いみたいな。決断3年かかりますわね。そっか塾に入ろうか入らないか3年かかるみたいな。多分ね、<laughs> 稼げる人もう、多分そうじゃないと思いますけどね。うん。まあ迷うのはしょうがないんだけど、なんだろうな、時間は、 迷う時間も戻戻っっってててここなないいし迷ってる時間戻ってこないですよ、うん、その,時間の価値ってすげえ僕大事だなと思うんですよ。だってどうせ死ぬんだから。だら本当に金をね、じゃあ仮想通貨で当ててね、100億円持ってたとしても、その100億、墓場に持っていけないですから、それ何かに使って思い出にするなり、なんか価値を体験しないと、100億円あってもね、死んだら何も使えないですよ。 で死に際なんかは病院だろう,病院だろうし、まあ、交通事故だったら分かんないですけど、ね、あの病に倒れて病院のとこで、ね、100億あっても何も使えないですよ <laughs> うんあ。もうさっさと動いた方がマジでいいですよ。本当にうん、まあ、少なくてもさっさと動く人しか稼げてないんじゃないかなと。まあ、全員じゃないかもしれないですけど。 割合的には多いっすね。さっさと動くを人の方が稼げる割合の方が多いですね。圧倒的に。うん。そう。だから、今年こそはみたいなこと言うんですよ、みんな。その、去年もね、年末31日にね、31か30日ぐらいかな。だから来年から頑張りますみたいに言ってましたけど、いや、今日から頑張れよっていうね。<laughs> 今日からやれよっていう話なんだけど。 時間の価値っていうのをすごく僕は、うん、今感じれますね。どれだけそこに価値があるのかっていう。うん、結構ね、時間に、時間に関してはすごく考えるようになったし、シビアになったというか、かシ,シビアな部分もあれば、逆に、まあ僕は隠居してないですけども、うん、時間を贅沢に使うっていう選択も、だから今は、 時間をシビアに使うこともできるし時間を贅沢に使うこともできるし、まあ、選択できるんですよ、まあ、自分でやってるんでねうんだからまあそうだから30代ねまあローン通れば30代最後の買い物ですねすご大きい買い物 <laughs> <laughs> まあ去年親父の BM 買ったんで、まあ、今年は俺だと <laughs> いう感じですね R34 に関しては売れなかったら、ああ保管するっていう手段も僕は選択もあるんで、保管してつけるっていうね、もうちょっとつけるっていう。そう。まあ自分の希望価格で売れないんだったら、あと3年つけてみようかな、みたいな。保管して。で、保管する、保管だけであるならば、そんなに維持費かかんないですよ。ガソリンではまずあんまかかんないでしょ。まあもちろん定期的にエンジンかけないといけないですけども、ううん、そこまでメンテナンス、うん。 保管しとけばねどっかの倉庫かな保管しておけば、まあ、保管料はかかりますけど、うんまあ、そこまでって話ですよね、うん、だから保管するという選択も僕はあります採 <laughs> 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 いろんなやっぱ選択ができてよかったなと思います、ねうん、できるようになってだこれも、まあ、早くこうやってやって決断してやってって繰り返してるからですよねうん 決断を早めていきましょう時間ないっすよ。時間の価値どれぐらいですかあなたの10秒の価値どれぐらいですかあなたの10分の価値はどれぐらいあるんですかそれは戻ってくるんですかお金で買えるんですかタイムマシンあるんですかないっすよ。で、どうやって死んでいきたいんですか思い出作って死にたくないですかどうせ死ぬんだったら <laughs>。どうせ死ぬんだったら思い出作って死んでいった方がいいと思うんで。うーん。 いずれにせよ死ぬんで。うん、いや、どうせ死ぬんで、吉谷さんは別に思い出なんかいらないですっていうことだったら、別にいいんだけども。うん、はい、いってらっしゃい。